レッドブルのモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコはレッドブルレーシングの2022年マシーンである RB18 をプリマドンナと表現しました。フェラーリのアドバンテージはすべてのタイヤとすべての温度ですぐに速いことなんじゃ。それは車が気立ての良いことを示しておるんじゃ。わしらは多分もっと気難しい車じゃ。今年も気難しいんじゃ。プリマドンナのようだな。可愛いじゃろ。じゃがそれを正しく理解できればポテンシャルはそこにあるじゃ。確かにフェラーリは先を行っとる。じゃがどうじゃ HRC は HRC ホンダなんじゃ。ホンダじゃない HRC どっちでもいいんじゃ。じゃレッドブルパワートレインズそれはホンダっちゅうことじゃろうが。そうなんじゃ、わしらは2位なんじゃ。そしてメルセデスは珍しく3位じゃがの。やりきりました。長くね。ちょっと長かった。さすがニューヤさんって言ってる時と全然キャラが違うです。プリマドンナって何みたいな。プリマドンナって誰？あれ白鳥の湖を踊る人？まあ一番のバレリーナ。本当はなんかオペラ歌手。うんまあのね、バレエもオペラと の,、うん、その一番の歌う人っていう意味です。ああそういうこと。プリマがまあ一番第一でどんなは女性ですから。ああそういうことなんだ。うーん第一女性。あプリマドンナじゃない。まあ、多分ちょっと意味が違ってると思うんですけど、これ気難しい女性って意味でって言ってるんでしょ多分。ああそういうことね。まあ、前 の, あのメルセデスのディーバーと同じですよね。はいはいはい。まあちょっと久しぶりのおじいちゃんやってあげようかなと思っただけのあれで、まあこの間飼ってちょっと喜んでたんだからおじいちゃんね。まあちょっと滑舌が良くなっちゃってるんですか、饒舌になっちゃってるんですかね。あまあまあ結局だからメルセデスが今遅れてるけど、まあ今年も結局まあ三強で今わしらは2位なんじゃっていうことが言いたかったんでしょ。2位じゃなくてまあ1位なんじゃないですか。1番2番の中にいてメルセデスとはちょっとうちは違うぞと。ただまあちょっと気難しい車には苦労しとるかのっていうことなんじゃないですか。なんでこうガラチェンしてまで 気難しくなっちゃうんだろうねこのチームは。作ってる人が気難しいから。まあニューエイさんが作ってるわけじゃないですけどもちろん。全然ねそこはやっぱり実態聞いてもやっぱそうなんですけど、まあ車そのやっぱり高いパフォーマンスを目指すとそうなるでしょうね、はい、ダンフォース特に、まあ、特に空力がね今中心なんで、はいはい、空力性能を突き詰めれば突き詰めるほどやっぱりちょっとピーキーな特性にはなりがちですよね。ただまあ今年のそのレッドブル の多分おじいちゃんが言ってるプリマドンナがまあ多分気難しいっていう意味だとしたら、うん、その気難しさは空力がっていうよりはやっぱタイヤの扱いのような気がしますけどね今のところはね。タイヤのうまく合わせ込めれば速いけど、まあ、マックスもまさにそうなんですよ。バーレーンでもサウジアラビアでも予選でタイヤがうまく温度が来た時には速いけど、はいはいはい、確かバーレーンも Q2 はトップタイムだったでしょ、うん、Q3 でいざって言った時にあれ全然グリップ来てないみたいな。それがなんでなのか同じようにアウトラップで温めたはずなのに温度がちゃんと準備できてないとかっていうのがまあちょっとその自分たちでもまだわからないちょっと気難しい部分が、まあ、前のメルセデスがディーバって言った時も車もまさにそうだったんですよね。それはある程度空力のセットアップでも、合わせ込むことはできたみたいなんで、まあ、レッドブルもそういうところあるかもしれないけれど、まあ、とにかくタイヤの問題であればタイヤの使い方をうまくこう合わせ込めばいいだけですけど、本当に空力のセットアップの美味しいところがすごい狭いだったらちょっと厄介ですよね。でもまあそんな感じには見えないですけどね今のレッドブルは。去年までほどそのタッペしか乗りこなせない敵でもない。でもないとは思います。チェコ難しいけれども、うん、チェコとの差はちょっと縮まって、うん、コンマ3秒とかには縮まってると思うので、はいはいはい、でいい時には
あのサウジの予選みたいにチェコの方が早かったりするし、あれももちろんあのタッペンがタイヤうまく合わせ込めなかったっていうのが影響してるんですけど、それをさっぴいてもあのチェコでもかなりいい感じで走れてるっていうところあると思いますよね。もともとグラウンドエフェクトカーなんでリアがナーバスにはあまりなりようがないんですけどね。ああそうなんだ。どっちかというとだってフロアの下でちゃんとダウンフォース出てるわけだから、リアがしっかりしててどっちかというとアンダーステア傾向っていう車なんですけど、みんなただアンダーステア傾向だとやっぱり曲がってかないんで、車がみんな言ってることですけど、車が曲がってかないとやっぱり曲げようと思って切って切って切っちゃうから、そうするとフロントタイヤがガリ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 ダメになるんですよ。でフロントタイヤ守ろうと思ったらやっぱりリアも少しこうフラフラするような感じに持っていかなきゃいけないし、その辺のバランスにちょっと苦労してるのかもしれないですけどね。だから この間その タイヤが18インチになったから1回転する、回数が少ない、ね、回数が少ない回転の距離が長いから去年とはちょっと変わるんじゃないのみたいな話があったけど、実際、まだ2戦だけど、やってみてそのタイヤのパフォーマンス、その タイヤを管理するっていうのは去年よりもまだ難しい、まだ解読できてないのか、どのチームも。あのさっき言ったタイヤの温度をうまくっていうのはピットアウトしてアタックラップするまでの問題で、決勝に関してはそんなに問題はないんですよね。予選で、サウジアラビアでもアウトラップピットアウトして次の週にアタックするっていう人と、アウトラップしてもう一周ゆっくり温めてからするっていう人もいたりとか、その辺があのまだ何が正解かみんな掴みきってなくて、バーレーンでもそうでしたけど、これが正解だと思ってやってもなんかうまくいかなかったりとか、それをタイヤの準備がどういう風にやればいいか掴みきれてない部分もあるし、決勝のそのロングランでタイヤどう守るかっていうのも、レッドブルはちょっとやっぱフェラーリには負けてますよね。どっちかっていうとタイヤのデグラデーション大きいので、ここもちょっとそのさっき言った前後バランスを、特にあのサウジなんかだとアンダーステア傾向でフロントがダメになるとか、バーレーンも割とその傾向がありましたけど、だからフロント守ろうとするとやっぱりリアがダメになっちゃうし、バーレーンみたいにトラクションストップアンドゴーでトラクションガンガン使うからリアが先に垂れますっていうサーキットだったら、逆にリアを守ろうとするとアンダーステア傾向のセットアップにせざるを得ないんで、そうするとやっぱり決勝でまた苦しくなるみたいな、その辺のバランスもちょっとまだ気難しいというふうに思ってるのかもしれないし、そうちょっと分かんないですけどね、レッドブルが何に苦しんでるのか。いずれにしてもタイヤのロングランでのマネジメントもやっぱりフェラーリよりはちょっと劣ってることは確かですね。柔らかいタイヤになればなるほど。ああそういうことね。で噂の軽量化がいい風に働くというね、もちろん軽ければ ね当然タイヤにかかる負荷も減るんで、だからフェラーリはやっぱり安定してますよね。どのセッションでもずっと上にいるけど、レッドブルはやっぱりいい時はいいけど良くない時は良くないっていうのがちょっと問題はあるんじゃないかなと思いますね。結局サウジアラビアでもマックスは勝ったけれど、フリー走行とか予選とちょっとマシンバランスが違うとかね、でもそれって結局同じだと思って走ったら違うわけじゃないですか。だからそこはやっぱり問題だし、ミディアムでそうだったからあの第一スティントは速くなかった、でもハードに変えてからは問題なかったからああいう風に勝てたけど、もしハードでも同じようにバランスが思ってたのと違ったらやっぱ勝てなかったわけで、ここはある種たまたまというか、あのいい方に当たってたから良かったけどっていうところですよね。全容を解明できてないのは確かでしょうね。それはレッドブルに限らずだとは思いますけど、もちろんあれずっとほら、ペリソージがずっとこうトップ走ってて、で、セーフティーカー、運が悪く4位まで落ちたけど、トップを走ってる力があったのに4位に落ちてからはなんか結局すぐ追いついてサイツ抜かすのかなと思ったけど、結局4位に終わっちゃったからね。それは何、やっぱりそのペレスオージーそう タイヤがうまく使えてなかったと。第一スティントもトップは走ってましたけど、別に2位の人が全力で走ってたわけじゃないっていうのは、ね、そういうこと。別にコース上で抜かなくてもピットストップで抜けばいいや、このレッドブルの方がタイヤ垂れるね、じゃあ別にピットストップするの待ってピットインでアンダーカットするなりオーバーカットするなりすれば勝てるよねって思えば、別にあの危ないサーキットでコース上で無理して抜く必要ないじゃないですか。じゃあレースペースとしては決して速かったわけではないんだね。ですね、正直ね。悪くはなかったですけど、やっぱりタイヤの垂れは先に来ちゃってたし、フェラーリとしては、実際あの、ね、先に入って、ペレスに先に入らせて、今
あのセーフティーカー出ましたけど、出なくても正直ルクレールがあのまま走り続けてたら、うん、オーバーカットできてちゃってたんで、ああそんな感じだったんだ、うん、だからまあやっぱりフェラーリの方がそこは早かった。まあ実際ペレスの方が早ければね、当然サインズ抜いてたでしょうから、うんうんうん、それに、まあ、負けてたってことです。なるほどなるほど。まあバーレーンもそうでしたけどね、うん、まあ、だからそういう意味ではタッペンはすごくうまくタイヤ持たせて、まあ、ハードタイヤは自分たちにとって合ってたっていうのもありますし、硬いタイヤの方がまあレッドブルとしてはタレはそこまで苦しまないっていうのもあったし、にしてもまあ最後にちゃんとグリップ残しておいて最後にガンってバトルをするだけの余力が残ってたっていうのはね、良かったと思うんですけど、やっぱりまだタッペンの方が1枚も2枚も上手ってことだね。まあね、タイヤマネジメントチェコは上手ではあるんですけどね、うん、まあ、やっぱり後ろについちゃうとそこまで、ね、抜いていけるかって言ったらやっぱりそこが抜けないですよね、まあ、バーレーンもそうでしたけど、まあね、タッペンも若いけどベテランだし、うん、ね、ペレス王子も若いけどおじだし、まあでもなんかいい、まあ、差は縮まってることは確かだし、ね、うん、あのフェラーリもレッドブルもどっちも4台ね、チームメイト同士差はあるにしても近いところにはいるじゃないですか、去年みたいに1人下ならないから、ギュッとなってるからね、うん、だからそういう意味で2対2のバトルになってるし、はい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 、それはレッドブルもうまく2台使ってるし、うん、フェラーリも2台使ってちゃんと戦えてるんで今年は、うん、そういう意味では戦略も実はお互い実はペレスだったりサインズをうまく使って相手に仕掛けてるんですよ、うん、だそこも結構面白いですよ、ちゃんと見ると。なるほどね、わかりました。ということで、はい、プリマドンナとかね、そんな言葉使うからややこしくなっちゃうんですね。おじいちゃんは今日も元気ですということでした。